わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は我々の体にとって大切なタンパク質の研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部応用微生物工学科安藤昌司教授の研究室じゃ。一体どんな研究をしておるんじゃ。中間系フィラメントというものをやっておりまして、それは今例えば髪の毛ですとか、その体の中にいろんな細胞があるんですけど、内側からそれを細胞を支えているという、そういう働きをしているタンパク質なんですね。細胞の中にこうタンパク質のフィラメントがあるんですよね。で、中間系はその一つです。他にもうちょっと太い微小管とか細いミクロフィラメントというのがあって、こういったものは細胞の中でその細胞の動きとか動的な働きをしているんですけど、中間系フィラメントはそのセルカ後に見つかったもので、まだ機能がはっきりしてなかったんですね。ただこれはその3つのフィラメントの中で最も強い、またその柔軟に弾性もあるというようなことなので、まあ主にその細胞の中でその細胞を守っているというか、壊れないように、まあそういうふうな働きがあるというふうに考えられています。で、中間系というのはちょっと名前が珍しいと思うんですけど、この微小管とミクロフィラメントのちょうど中間の太さということで中間系フィラメントという名前がついています。ちなみに直径は約10ナノメーターですね。で、こういうようにここが核なんですけど、細胞質に広がるようなこういうフィラメントのネットワークを作っているというものなんですね。こういうものがあるから、こう外から細胞が引っ張られても細胞は丈夫でいられるというわけなんですね。で、家の中ではこういう柱がありますけれども、まあ、これが家の形を守っているわけですけれど、細胞の場合はこういう、タンパク質の繊維を作っておいて、それで、外から引っ張られても大丈夫ですよということなんですね。ふむふむ、その中間系フィラメントについて具体的に何を研究しておるんじゃろう。今やってるのは病気ということで関係して、この白内障なんですね。このラットは日本で開発されたラットなんですけど、遺伝的に白内障を発症するというやつなんですね。で、こっちは白いんですけど、でもう一つは、髪の毛なんですね。で、この白内障あるいは髪の毛を作っているタンパク質も、中間系フィラメントなんですね。で、この髪の毛にも実は病気というのがあって、その原因というのが、中間系フィラメント、まあ、ヘアケラチンというものですけど、そこに遺伝子変異があると起きますよということです。それとかこの中間系フィラメントはを使ってですね、ナノテクノロジーに応用できないかということで、これは以前やった仕事なんですけど、これは中間系フィラメントの周りに計算ですね、計算をこう集合ザーッとさせるんですよ。そしてそれを最後に焼いてあげると、計算のそのチューブができるというものなんです。で、焼くことによって中間系フィラメントは燃焼していくので、後にこう計算 の, チューブが残るという、まあこういうことに応用できますよっていうようなことをお話ししたところ、報告したところですね。で、だから今やっている、仕事もですね、将来的に何かの素材になればいいなと考えてるんですけど。安藤教授の挑戦はこれからも続いていくのかの。まあ、タンパク質はいろんな働きを体の中ではしているんですけど、特に私は今形を作るタンパク質ですので、こうフィラメントを作るということに今興味を持ってやっているわけですけども、それは、まあ、そういったことをやることによって、病気の発症の仕組みとか、それに対する治療の仕方というものに将来的には発展していくものと信じてやっております。はい、またそういった形を作るというタンパク質なので、そういったものから新しい機能を持ったナノ素材といいますか、そういったマテリアルの開発にもつなげられたらいいなというようなことを考えています。崇城大学生物生命学部応用微生物工学科の活躍がますます楽しみじゃ。